ばんは。映画にまつわるゲストをお迎えして、お送りするトークセッションチャンネル、カタルシネマです。はい、このカタルシネマは映画にまつわるゲストをお迎えしてお酒を飲みながらいろんなお話をお聞きしていくという番組です。マスターを務めますのは、劇場で毎年年間ですね200本、鑑賞を目標としている映画親父こと私、吉川明俊。そして、はい、前回から連続で登場となりますアシスタントの高村明です。よろしくお願いいたします。今回もここ浅草のカフェバー稲さんからお送りしております。では早速第8回目となる、今回のゲストをお迎えしたいと思いますが、一体どなたでしょう。はい、今回お迎えするのは東宝株式会社映像事業部映像戦略室パッケージ事業グループの石井信彦さんです。改めまして、本日のゲストは東宝株式会社映像事業部映像戦略室パッケージ事業グループの石井信彦さんです。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。すいません、なんか噛みそうな長い部署でねえ、東宝映像事業部の主と私。そんなことはない、そんなことないんですか。いや、あの、私と、出会ってからもう35、6年。そうですよね、僕日比谷に行ってからだから88年。うん、あの、長いお付き合いをいただいている東宝の、パッケージの、うん、特に特撮映画の、歴史、その世に何を発売した方がいいかというのを全部、仕切ってやられてきた方なので、そんなことはないです。今日はいろいろと仕切ってるとか言うと、またいろんな人からそうです、お前が仕切ってるんだ、これ何とかしろみたいな話になるんで仕切ってはないです、はい。まあ、私が、これを出してっていうふうに、望むものがあるわけですよ、うんうん、それを大体もうぶつけると、世に出てくるんじゃないかというふうにお付き合いをいただいている方です。これまた語弊があって、はい、出ないものは出ないんですよそうですね、仕方ないです、ね、そう。で、一方、ゴジラ博士という名称、なん、まあ、一応ゴジラ博士っていう、うん、紹介をされ、はい、博士ってプレートをつけ、はい、しばらくテレビに出ていたので、はい、テレビに出てましたね。博士なんでしょうな、はい、博士というのを名乗っていられた方で、まあ、あの、なんか2代目が、生まれたようなので、その継承したようなんですけれども、そういう石井さんが、やっぱり一番詳しいのがゴジラということで、ぜひここで今日ゴジラの博士の話をいろいろ聞かせていただければと思いまして、今日、お越しいただきました。本当によろしくお願いします。さてですね、世界に誇る怪獣王ゴジラ、それはいかなるもんだったのかというふうな、本題に入る前に、ここの長きにわたる業界で、まあ、生まれてから特撮映画に、惚れ込み、今に至ったキャリアをちょっと、簡単に教えていただきたいんですけども。だから最初にあったのは88年で、うん、東宝のその事業部で、最初ビデオショップじゃなくてホテルとかバス内の上映用の営業の仕事を入ったんだけど、その前にビデオメイツ東宝という、東宝の金沢の撮影所の脇に、ビデオレンタルショップができて、俺はそこにいたんです。ビデオメイツ日比谷っていう、店にいたの、うんうん、それので系列店だと思われてるんだけど違うの。あ、違うんですか。あの、ね、東宝という会社の事業部の当時の役員が、そのビデオという商売を始めるにあたってパイロットショップを作りたいと言って、うん、最初に、日比谷と東京駅、八重洲、八重洲に、うん、地下街、その時の地下街にお店を開いたんだけど、はい、それは、マリンアートさんというですね、船舶向けのビデオを供給している会社に協力を仰い で、ビデオメイツって名前をつけて日比谷って始めたんです。俺はだからマリンアートに入った社員だったんです。で、そのうちそのレンタルだって話になって、ビデオ業界がじゃあレンタル店も開こうと役員が思い、うん、多分あの撮影所の脇に程よい土地がありで、成城の、いや、なんか絹田、成城、北見、うん、狛江、調布の一部まで、うん、スクーターで宅配もやるぞ、うん、っていうのをぶち上げたら、マリンアートさんがいや、そこまでは付き合えないって言い出して、うん、この人まだ大丈夫だよ、多分大丈夫だよ、マリンアートは付き合わなかったんですね。そう言い出して、うん、さてどうしようと思った時に、東宝の子会社で、うん、東宝ステラっていう会社があって、それがその東宝のビデオの在庫の倉庫管理と、あと物流もやってたんですよ、家具、お店の配送業務を全部やっていて、うん、
でそこはね引き受けたやりますって言い出して、でそこに人を集めるんだけど、初代の店長が撮影所定年になった市川コン組の制作担当の方で、やっぱりそうなんだ。で副店長っていうか、はい、まあ、デスクみたいな有能なおばちゃまがいて、このおばちゃまが、うん、あの制作宣伝を撮影所でやっていた方で、うん、よくね市川コンの映画とかね、岡本喜八の映画にね、うち、ん、で出てくる人、犬神家の一族の三木のりさんの下宿屋の奥さん。あ、そうなんだ。セリフもあるでしょ。はいはいはい、その人と当時撮影所にそれほど定期的には映画の仕事がなくて、で現場に来ているフリーの若い子とかを当初集めてお店を開けたんだけど、うん、当然なんか作品が入ると、うん、その若い子は作品の方に来たじゃん、当たり前だけど、はいはいはい、でそこにいたこの高校の先輩から、うん、完全にブラブラしてたんで、うん、バイク乗れるし、はい、来いやって、映画詳しいし、来いやって言って、行ったのが最初。宅配要員みたいなもんだった。宅配要員。で、詳しかったんで、うん、そこでまあ仕入れやったり、いろいろやって、うん、で、3年経って、うん、やっぱ宅配のコストは結構しんどいんで、うん、まあでも、市場の動向も分かったし、うん、行け閉めようってなって、うん、でそこに2、3人もすでに、あの時、バイトかな、契約社員かな、一応、人を、なんとかちゃんと抱えてて、うん、でみんなその物流の方に行ったと、親がしかそこだから志村か、そう志村、そうそうそう、東方ステラね、もう4年ステラの人間だけど、はいはい、で俺だけちょっと君の日比谷の星行ってって言って、うん、ポーンって行って、で本来はその頃その役員がキネマクラブって言って、うん、やったねキネマクラブ、古い映画を通信販売、日活とダイエーと東宝3社の古い映画をその、うん、まあ、ビデオショップとかだとあんまり動かないんで、うん、ユーザーにダイレクトに行こうって言って、うん、通販やってたんですよ、うん、それパッケージのところですか。そう、ビデオカセットの、もうあのジャケットがほぼないの、うんうんうん、のそんな時代なのに、古い長谷川一夫の映画だとか、うんうん、そういう映画を、お客さん欲しいの、ね、うん、70歳過ぎの人たちが、それで通販で申し込んで、その人たちにお届けする、うん、店を通さなかったのね。そうで東宝だけだとラインナップ少ないんで、うんうん、日活と大江さんが協力でやってて、ね、で結構ね、あの毎月開放出したりとか、うん、素晴らしい開放でした。年に一遍有志の会員ともちろん別料有料だけど、うん、温泉行って、うん、なんか古い映画見して、うん、山根貞夫さんが映画の解説してそのことをやってて、でその解放に、うん、あの黒沢組のスクリプターの野上てるのが連想してて、うん、それ天気増しですからね、それが、はいはいはい、単行本になった。なるほど。そんなことやってたのを、はい、手伝わせるはずだったんだって後で知ったんだけど、あ、石井さんに手伝ってもらう、詳しいから、はいはいはい、これ後で言いますけど、実はね、うん、そんなに東方の方に詳しくでもある程度の知識を買われてお前は日比谷に行けって言われたんですよね。そしたら連絡がうまくいかなくて、キネマクラブもやっている人が、うん、若いのが来た、うん、でキネマクラブと一緒にその業務の営業やってて、うん、やった、僕が来たって言って、うん、営業連れ回されて、その営業やってて、うん、僕もそのどこって聞いてなかったから、うん、もう会社が言った通りやりましょう、はい、ずっと半年ぐらい経って、うん、どう、キネマクラブ大変って聞かれて、うん、いや俺やってないですけど、やってない話しかふけ、半年ぐらいで今言う、うん、でキネマクラブに触ることなく、うん、結果今に至るんですよ。で何が聞けか分かんないけど、うん、その後、まあ、部内で今まで反則って言うんだけど、うん、宣伝の部署になり、ビデオのね、うんうん、で部内宣伝の部署っていうのはジャケットのデザインとか、うん、そういうのもやるんですよ。でそういうのをやってるうちに制作になり、うん、あんなものやこんなものを作り、うん、で今に至るんですけど、そんな感じです。レーザーディスクは石井さんが作ってたっていう感じ。レーザーの時はだから営業と反則っていう感じ、うん、ただその解説書で誰に対してどうこうみたいなのやってたから、うんうん、でその実際フィルムからテレシネスタマスター作ってるのは制作の人にまたお願いして、うんうんうん、でその頃またね東宝の事業部のスタッフがね、うん、おじさんばっかりで、うん、大体撮影所出身の人なの。そうですよね、そうそうそう、ね、いやー楽しかったんですよ。それがそういう風にパッケージとして、東宝の独撮だけじゃない映画をみんなに見てもらおうという、レンタルもやりながら、でも、1万なんぼという、ビデオカセットを売りながら、うん、っていう風な感じで、
この業界が広まってきた、まだ、DVD になるずっと前の時代の話ですね。レーザーディスクっていうあれがやっぱその販売用が主力だった時期があって、石丸電機とか映画やってる時に実は会社はすごいレンタルショップの方にこう全部目が向いてて、うん、今で言うとまだアナログなんだけど、うん、デジタルの D2 っていうマスターに変わって、うん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 、でその D2 にテレシネしていくとちょっと前より良くなるっていう状況があって、うんうん、それでレーザーディスクを出し直しをしましょうと。東宝って1枚もの9500円だったの、で洋画が7800円だったね、はいはいはい、確かそんぐらいの価格帯で、で洋画が48とか38に下がったんですよね。4950円とか微妙な値段でありました、ね、で下げようと思ったけど、うん、多分ね、うん、分かんない、多分東宝が一番高かったですよ、だいぶガシガシ言ったんだったら、うん、ゴジラとか下げればもっと売れるから、うん、マスターから下げましょうよみたいな多分やって、うん、そうそう、それで多分こいつゴジラ詳しいな、うるせえないみたいなことになったのと、うん、その頃ね、うん、そうフィルム原版書いてるセクションに、うん、唐沢さんってすごいソフトなおじいちゃんがいて、うん、いろいろ話聞いたら、うん、自分特撮は好きなのって、うん、まあ、ウルトラマンとかウルトラキッド世代なんですって言ったら、つぶらやさんのことよく知ってるって、あたりカメラマンだったんですよ。なるほど。え、だって太郎とかレオとかのカメラマンで普通にフィルムで唐沢時丸さんだったの。へー。でいろんな話してたら、うん、そのいろいろ探してくれて、うん、それであのフランケンシュタインというパラゴンっていうね話しておりますけど、うん、怪獣映画があって、うん、で25メーターぐらいのフランケンシュタイン地底海中戦うんですよ、うん、で最後に富士の裾野で戦って、うん、怪獣の首バキッと折って、うん、でもそのまま地割れに飲まれて2人とも死んじゃうって悲しい映画なんですけど、うん、そのはずがテレビで見たらバキッと首を折った後に富士山の樹海なのにタコが出てくるのね、でっかいタコが、うん、山の中に、うん、でタコとフランケンシュタインで戦って、うん、そのバキバキって死んじゃうんですよね、うん、何じゃこりゃ、うん、って言ったら、うん、当時海外輸出向けのエンディングって言われてて、うん、それはそれいいんだけど国内向けのエンディングがないんですよ、うん、だビデオとかで見れない状態になってて、うん、であの頃上映に回ってるプリントもなんかエンド差し替えられてて、うん、見れないことになってて、だからパッケージでも海外版っていう風に最初はね、ちゃんとなってたな。でレーザーの出し直しでエンディング2種類になったでしょ、うん、あれ唐沢さんが見つけてくれて、キングコング対ゴジラっていう映画もあって、うん、それも最初の公開の時に97分だったやつが、うん、チャンピオンマッチで再公開した時に70分台になってて、で原版切っちゃっててどっか行っちゃってたね、うん、そういう時代です ね、 でそれを85年に復元版でビデオ出すんだけど、うん、なかったところはガシアのいろんな学校とかで巡回上映する 16mm の貸し出しやってて、うん、 16mm に全長版があったんで、うん、そこから切ったところ持ってきてるから途中で画質が変わるみたいな、うん、結構ねしょうがないことですね、 それしかない。でも繋がったっていうことは繋がったんだ。で一回綺麗なレーザー出たのは、うん、唐沢さんが見っけてくれたの、うん、なかったところで、それがまたその後しばらくどうにかなって今回の 4K までの長い道のりが始まるんですけどね、どついに 4K の発売がこの、VS コングの、おかげで、ちょうどタイミングがいいということで発売という形になりますね。まあまあでも、まあ、5年前から日本映画専門チャンネルでは放送してたんですが、あそうなんですか、まあまあ、いろいろ裏があるんですねだからそんなことをやってたら、うん、そうそう、なんかこいつは回収詳しいぞっていう話に社内でなんかなってきたっていう、うん、そうこうするうちにゴジラってその84年に1回復活するんだけど、うん、ずっと止まってて、で次89年だったんですね、ゴジラ別ビオランで、うん、でその後もちょっと5年空いてるんだ、あのビオランで、その後でギドラまでも91年だからちょっと空きますからね、うん、でギドラが、まあ、そこそこ良かったんで、うん、次は VS モスラ、うん、で気合入れて頑張らにゃっていうんで、うん、東京ローカルだけど、うん、子供向けに、うん、朝の15分、うん、ゴジラの番組やりましょうって言って、うん、小坂井和樹君の番組だったら午後やってた、あライオンのライオンの、はいはい、あれごちそうさまじゃねえや、 ごきげんようみたいな、そうそうそう、あれをやっていたディレクターがやってくれることになり、うん、でラサール氏なんか怪獣好きなんで、うん、しかやるってなり、うん、で宣伝部がそれやろうと思っていたら、うん、宣伝部では番組を作れないで変なルールがあって、あそうなんだ、そうそうそう、テレビ局との制作じゃないと、できない、そうそうそう、でそこにテレビ部もあるんだけど、うん、まあ事業部が何でもやるところで、うん、でまあねゴジラとその後レーザーディスク当時パッケージも出すからっていうんで、う
こっちに私が回ってきたんだけど、うん、ただ名目だけ事業部で誰か立てるっていう話だったんで、うん、これ詳しいからって、うん、で打ち合わせにもぶち込まれたら、うん、ディレクターがこういう番組は、うん、視聴者に一番近い存在がいた方がいい、うん、詳しいしゴジラ博士ってことで、で次に言われたのは、何も練習をする、なるほど、あなたはこういう感じでできない人なのだから、はいはい、できようとするな逆にね作っちゃうとダメだってことですね、はいはい、そうそう、ゴジラ体操っていうね、ゴジラ体操ですか、歌もちゃんと作って、で、あの宇治神一番とね、はいはいはい、懐かしいね宇治神一番で、当然 CD も当時出したからそれを覚えようの回もある、それ もう絶対に事前に練習するな、でもその踊れたらつまんないんだから子供たちにゴジラを、なんか浸透さす役目を果たしたって感じなんですね、そうですね、うん、好評だったんで、うん、翌年の VS メカゴジラの時も、うん、その番組やりましたからね、うん、というわけであのゴジラ博士というふうに名乗られたわけですね、うん、では例えばね語るシネバではネット限定で T シャツ、トートバッグ、缶バッジなどオリジナルグッズの販売も行っています。語るシネマ物販部と検索するとアクセスできますので、ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。